はい、皆さんこんにちは、オフィスキッチンです。ついに、ね、大会1週間前になりました。で今日はね、昨日髪も切ってちょっとコンディションも結構いい状態なので、もう減量中のハイカーボデーにはずっと食べているカオマンガイを食べて、同じカメラ仲間の村下さんという方に写真を撮っていただこうと思います。大会前最後のハイカーボになるので、これ美味しくいただきたいと思います。うん、味わってしっかりと、うん、うまっ。それではね、食べて準備していってきます。はい、ということでヒーロージムさんに来させていただきました。で今日は同じカメラ仲間の村下さんに写真をですね撮っていただきたいと思います。村下さんは、まあ、僕と同じぐらいにカメラ始めましたよね。そうです、同じぐらいの時期に、ね、で僕はちょっと動画にハマって、村下さんは写真がね、そうなんです、ハマってね、めちゃくちゃいい写真撮ってくれるんで。ありがとうございます。もともとというか、うん、今はもうパーソナルトレーナー、あ、そうです、パーソナルトレーナーしながらカメラマン、まあ、カメラもやってっていうところなので、めっちゃいい写真撮ってくれるんで今日も期待しますね。奥さんの仕上がった体をもうバチッと、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、村下さん、ありがとうございました。いや、お疲れ様でした。めちゃくちゃいい写真撮ってもらっていやいや、いい写真撮れました、もうおかげさまで。これまた僕の YouTube でサムネに使い回しさせていただきますんでもう、はい、今回ネタがたくさん増えましたんで、めっちゃ撮れたんで、よかったすいません。いや、よかったよかった、ほんといい写真撮れました。めちゃくちゃいいですね。上達してますよね、どん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 。あ、でもやっぱたくさん撮らせていただいてるんでもう上達しましたね。そうですね、ありがたいことに。また村下さんのインスタグラムとかもぜひチェックしてみて。ありがとうございます。で写真の方とかね、ご依頼もしあれば、ああ、もうぜひぜひ村下さんに撮っていただいたら間違いないと思うんで、コンテスト前の人がいたらぜひね、はい、そうですよね、めっちゃいい記念になりますよね。絶対残した方がいいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。もうぜひぜひ頑張ってください。ありがとうございます。はい、ということで、ね、村下さんに撮影してもらって、ヒーロージムがビジター8時までだったので、ちょっとエニタイムに行ってトレーニングをしてきました。持ってきてたね、こちらのお弁当を食べたいと思います。トレーニング後のね、栄養補給したいと思います。うまっ。あと1週間なんでね、しっかりと、ね、燃やしてきました。またね、明日から4日間リプリートといって炭水化物をほぼゼロにする生活が始まるので、しっかりと枯渇させてカーボアップしていきたいと思います。残り1週間悔いのないようにやりきりたいと思いますので、また次の動画も楽しみにして見ていてください。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただいた方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それでは良い一日を。